ロックインジャパンフェス。2024完全ガイド、配信で楽しむ新しい夏フェス体験。ロックインジャパンフェス。2024ワウワウと YouTube で楽しむ新時代の夏フェス。ロックインジャパンフェス。2024の熱気がまだ冷めやらぬ中、インターネット上で多くのファンが歓声を上げていた。今年の夏フェスは、例年とは一味違った形で楽しむことができるというのだ。 そう、それは配信の力によるものだ。かつて、ライブに足を運ぶことができなかった人々が、自宅の快適さの中で、リアルタイムでその熱狂を体験できるようになったのだ。ナンバーアンダーラインアイというバンドが、その先陣を切って新しい楽しみ方を提供している。ロッキン、サマソニー、そして Amazon プライムビデオの配信が、多くの音楽ファンに新たな希望をもたらしている。特に、 ロックインンジャパンフェス2024では、確実のライブ映像が JFES オフィシャルチャンネルで配信されるという大きなニュースが発表された。これにより、多くのファンが現地に行けなくても、臨場感あふれるライブパフォーマンスを楽しむことができるようになったのだ。私たちは、この新しい配信の形がもたらす影響について考える必要がある。まず、ファンとの距離が縮まるという点だ。例えば、 ナンバーアンダーラインアイのファンである私の友人は、YouTube での配信を見て涙を流して喜んでいた。彼女は、ロックインジャパンでのナンバーアンダーラインアイの姿が YouTube で見れるなんて、本当に幸せです。10月の配信が今から楽しみです、と話していた。このように、配信を通じてファンはバンドのパフォーマンスをより身近に感じることができる。また、配信は新たなファン層を獲得するチャンスでもある。 例えば、ワ w ワウでのサマソニ配信は一部がライブではないものの、タイムテーブルのチェックが必要な点など、視聴者にとっても新鮮な体験となる。これにより、フェスの魅力を知らなかった人々が新たに興味を持つきっかけとなるだろう。昨年、私が見たワ w ワウの配信では、日が暮れてからのステージが特に印象的で、フェスの一体感を感じることができた。このような配信は、 フェス自体の魅力を広く伝える手段としても非常に有効だ。しかし、このような配信の成功には課題も存在する。例えば、アーカイブがないことや、再放送があるにせよリアルタイムでの視聴を逃すとその体験が半減してしまう点だ。これを改善するためには、配信のタイムスケジュールをより分かりやすくすることや、アーカイブ機能を充実させることが必要だろう。さらに、 配信の収益化についても考えるべきだ。チャリティー配信として有料で提供することで、フェス運営に必要な資金を集めると同時に、社会貢献も果たせる。このような取り組みは、音楽ファンの心をさらに温め、フェスの価値を高めることにつながるだろう。配信のもう一つの利点は、世界中のファンが同じ体験を共有できることだ。これにより、グローバルな音楽コミュニティが形成され、 文化の交流が促進される例えば、ロックインジャパンフェス。2024の配信を通じて、海外のファンも日本の音楽文化に触れることができる。これにより、日本の音楽シーンが国際的に認知されるチャンスが増えるのだ。このように、夏フェスの配信は多くの可能性を秘めている。しかし、それを最大限に活用するためには、配信の質を高め、 視聴者のニーズに応える工夫が必要だ例えば、フェス当日の意気込みや感想を動画で公開することで、よりリアルな体験を提供することができる。これにより、視聴者はまるでその場にいるかのような感覚を味わうことができるだろう。さらに、配信のインタラクティブ性を高めることも重要だ。視聴者がリアルタイムでコメントを投稿し、それに対してアーティストが応答することで、 双方向のコミュニケーションが生まれるこのような取り組みはファンとアーティストの絆を深めフェスの魅力をさらに引き立てる。また配信の技術的な側面にも注目する必要がある。高画質高音質の配信を実現することで視聴者はより臨場感あふれる体験を楽しむことができる。例えば360度カメラを使用した配信や VR 技術を駆使したバーチャルフェスの実現など。 新しい技術を積極的に取り入れることで視聴者に驚きと感動を提供することができるだろう。このように夏フェスの配信は多くの可能性と課題を抱えているがその一つ一つをクリアしていくことでより多くの人々に音楽の楽しさを届けることができる。私たちはこの新しい形のフェスを通じて音楽の力を再確認し新しい時代のエンターテインメントを作り出していくことができるだろう。 この夏の夏終わりロックインンジャパンフェス2024の余韻がまだ残る中、私たちは新しい音楽の楽しみ方を手に入れました。配信を通じて、リアルタイムでフェスの熱気を感じることができるというのは、かつて夢物語のように思えたことです。しかし、技術の進歩とともに、その夢は現実のものとなりました。私たちは、夏フェスの新しい形を通じて、 どのように音楽の未来を描いていくべきかを考える必要があります。音楽配信の普及は、音楽業界にとっても大きな転機となっています。これまで、ライブコンサートはその場にいることが最大の魅力でした。しかし、配信という形でその魅力を広く届けることができるようになった今、アーティストとファンとの関係性は新たな次元に進化しています。ナンバーアンダーラインアイのようなバンドが、 そのの者ととししししてて新いいい楽しみ方を提案しているのは、非常に興味深いことです。彼らの配信パフォーマンスはファンにとって大きな喜びとなりまた新たなファン層を開拓する手助けにもなっています一方で配信によるフェス体験は現地での体験とは異なる一面も持っています例えば現地の熱気や会場の雰囲気は画面を通して完全に再現することは難しいです そのため、配信を補完する形で、フェス当日の裏側やアーティストのインタビュー、舞台裏のドキュメンタリーなど、視聴者が現地の雰囲気をより感じられるようなコンテンツを提供することが求められます。また、配信を通じての音楽体験が広がる中で、視聴者のニーズも多様化しています。一部のファンは、リアルタイムでのライブ感を求めますが、他のファンは、 好きな時に好きな場所で楽しめるオンデマンド配信を好むかもしれません。そのため、配信サービスの提供方法にも工夫が必要です。リアルタイム配信とオンデマンド配信を組み合わせることで、より多くの視聴者に対応できるでしょう。また、配信技術の進化も重要なポイントです。高画質・高音質の配信はもちろんのこと、VR 技術を駆使した没入型の体験や、 インタラクティブな要素を取り入れることで視聴者にとって新しい驚きと感動を提供することができます。例えば360度カメラでの配信により視聴者はまるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。こうした技術的な進化は音楽配信の未来を明るくする要素となるでしょう。さらに配信を通じて得られるデータも重要です。視聴者の行動データやフィードバックを分析することで より良いコンテンツを提供するためのヒントを得ることができます。視聴者がどのアーティストに興味を持っているのか、どの部分で視聴を中断したのか、といったデータを活用することで、配信の質を向上させることができます。また、視聴者との双方向のコミュニケーションを促進することで、ファンとの絆を深めることも可能です。音楽配信の未来を考える上で、 私たちは常に視聴者の立場に立って考えることが重要です。視聴者が何を求めているのか、どのようにして彼らに価値を提供できるのかを常に考え、試行錯誤を繰り返すことで、より良いサービスを提供することができます。音楽の力は、人々の心を動かし、人生を豊かにします。その力を最大限に生かすためには、私たち一人一人が音楽の未来を真剣に考え、 行動するこ,とが求められますこれからの夏フェスシーズンに向けて、私たちはどのような新しい楽しみ方を提案できるでしょうか配信を通じて、より多くの人々に音楽の楽しさを届けるためには、どのような取り組みが必要でしょうか私たちは、音楽配信の未来を作り出すために、常に新しいアイデアを模索し続ける必要があります。音楽の未来について考えるとき、私たちは常に、 音楽の力を信じ続けることが重要です音楽は人々をつなげ感動を共有する力を持っています。その力を最大限に生かすために私たちは新しい技術やアイデアを取り入れながら音楽配信の未来を作り出していきましょう。この夏「ロックイン・ジャパン・フェス」2024の配信を通じて新しい音楽の楽しみ方を発見しその魅力を存分に味わってください。 音楽の力は私たちの心に響き続け、未来を明るく照らすでしょう。この夏の終わりに私たちは新しい音楽体験を手に入れました。ロックインジャパンフェス2024の配信は私たちに新しい楽しみ方を提案し、音楽の未来を考えるきっかけとなりました。音楽の力を信じ、未来を共に築いていきましょう。そして、 この夏フェスシーズンを存分に楽しみ、音楽の喜びを共有しましょう。最後に、私たちは次の夏フェスに向けてどのような期待を抱いているのだろうか。配信がもたらす新しい体験を最大限に生かし、フェスの魅力をより多くの人々に伝えるためには、どのような取り組みが必要だろうか。私たちは、これからの音楽シーンがどのように進化していくのか。 そしてその中で自分たちがどのように関わっていくのかを考える必要があるだろう音楽の力は国境を越え人々の心をつなげる私たちは夏フェスの配信を通じてその力を再確認し新しい時代のエンターテイメントを作り出していくことができるだろうそしてその中で自分たちの役割を見つけ音楽の未来を共に築いていくことができるのだこの夏。 あなたはどのように音楽を楽しむだろうか。ロックインジャパンフェス2024の配信を通じて、新しい音楽の楽しみ方を発見し、その魅力を存分に味わってほしい。私たちが共有する音楽の喜びは、これからも変わることなく、私たちの心に響き続けるだろう。